江戸川乱歩寝台下の男若い女のねみだれ姿1883年11月のある日一人の青年彼が異国人であることは その空色の目や鼻の形や濃い髪の毛色などを見ればすぐ知れるのだが、彼は初めて他国の土を踏んだという風で、辺りをキョロキョロ見回しながら、ユーストン駅に下車した。彼を出迎えるものはないと見えて、彼は駅の雑踏には無関心にプラットホームを横切り、改札口を出て、ロンドンの名物、霧の街に吐き出された。 彼はどこへ行くというあてもないらしく右手に古風な花模様のついた大きなカバンを下げてさてどちらへ行こうかと思案するもののようにちょっと立ち止まったがやがて決心したものか灰色の空を見上げながらおもむろにセントポール寺院の方へぽつりぽつり歩いていった何丁ぐらい歩いたであろう 街の中心からかなり離れているのは両側を立ち並ぶ柳の様子を見てもすぐわかるのだが、彼はとある街角を曲がると、急に注意深く両側の家々を眺め回しながら歩いていった。その辺一帯はユダヤ人町で、彼にも見慣れた自国語の看板がところどころに掲げられてあった。それを見ると、彼は口辺をかすかにほころばして、 一層注意深く家々を見回しながら歩いていった。やっと一軒のうちに彼の探していた鹿島の張り紙を見つけると、ほっとしたようにちょっと立ち止まり、大きく白い息をついて、さて静かにその家の一段の上に立ち、軽くドアを叩いた。しばらくすると、たどたどしい足音がしてドアが開かれ、相当年配の老婦人が、 首をかしげながらドアの向こうから顔を出した。あの、部屋を貸していただきたいのですが、英語の喋れない彼は自国語で言った。さあ、どうぞ。老婦人は彼の姿を眺めながら、彼と同じようにロシア語で答えた。お入りなさい。主婦は彼を一間に案内すると、 彼に椅子を勧め、自分も彼に向き合って腰を下ろした。同じお国の方ですね。主婦は言った。こちらは初めてですかええ、今着いたばかりです。何かご承用でええ、まあそうですが、実はこちらで人働きしたいと思ってやってきたのです。 長くいらっしゃるおつもりなのですかええ。成功するまでは帰らないつもりです。彼は目を輝かしながら決意の色を示した。そうそう。それくらいの元気がなければなりません。して、お国はどちらですかオデッサです。 両親も兄も姉も国の方にいるのです。それは、皆さんお揃いで結構ですね。あなたはまだお若いから、これから一生懸命に働くのですね。おいくつですか二十歳それとも、十九です。お若いのですね。 今からしっかりおやりになればきっと成功なさいます。それではと、部屋は3階です。どうぞご覧ください。ああ、そうそう。まだお名前をお伺いしませんでしたね。リブスキー。イズラエル・リブスキーって言うんです。リブスキー まあ、何かのご縁でございますね。私の方も、やはり、リブスキと申すのでございますよ。さあさあ、それでは部屋をご覧くださいまし。ぜひ、お決めなさってくださいまし。同国人で、しかも同性ということが、この主婦の心をひどく掴んだ。しきりに、危険だ、危険だと言って、リブスキをもてなそうとする。 彼は旅の空で同国人からそのように歓待されるとは思いもよらなかったのでこの親切な老婦人のもてなしにすっかりうれしくなって早速部屋を借りることに決めたなんぞ知らんこうしてロンドンに着いた第一日同姓同国の機嫌を懐かしんで盛んに親切をしてくれるリブスキバーさんの好意を喜びその部屋を借りたがゆえに 四年の後、成功半ば、言うと虚しく断頭台に襲害をさらさねばならないことになろうとは、下に寸前尺魔の世の中ではある。さて、宿が決まると、リブスキはまだ若いにも似ず、ローゼンブルームという自分よりは年上の男を助手に雇い、ピットマンという小僧を使って、 成功を夢見ながら仕事を始めることになった。仕事というのはステッキの製造販売で、彼はそのステッキ製造には年季を入れてみっちり叩き上げてあるので、腕には相当の自信があった。田舎ではとてもステッキでは大きな成功はおぼつかないと思って、紳士の都ロンドンにやってきたわけだった。 しかし、リブスキーが夢見ていたように、そう仕事はうまくいかなかった。その日その日をどうにか過ごすのがやっとだった。それに彼は若かった。他郷に来て何の色彩もない、この頃のロンドンの空のような灰色の生活は、若いリブスキーには耐えられないことだった。彼は仕事をしながら、3階の窓から、 往来を楽しそうに語らいながら歩いていく若い男女の姿を見ると、もう何の興味もない単調極まる自分の仕事が一層呪わしく思われるのだった。しかし折には、静かな故郷の田園にせっせと働く兄や両親の姿も思い出されて、そうだ、俺はどうしてもこのロンドンで成功しなければならない。そして、 自分の成功した姿を両親や村の人たちに見せなければならないのだ、という風うに発奮することもあるにはあったが、しかし、それは春の淡雪ほども儚いもので、彼の体内にふつふつとみなぎっている若市は、そうした懐かしいには懐かしいが、古風でカビ臭い田舎の匂いよりは、もっともっと明るくて華やかで、 凶楽的な都会の持つ魅力に心惹かれて湧き立つのだったことに都会の女の持つ洗練された美しさには身も魂も打ち込まれずにはいられないような激しい衝動に駆られるのをどうしようもなかったしかしリブスキは自分自身と戦ってやっとその誘惑から自分自身を救うていたこうした生活が4年続いた それでもまだ彼の生活は決して良くはならなかった。そうして1887年、7月のうららかに晴れたある朝、階段の中ほどにある小さな窓から外を眺めていたリブスキの瞳は、ふと下を見た瞬間、ある一点に凝って動かなくなった。瞳孔は大きく見開かれ、吐く息は激しくなり、 窓枠を押さえた手には力が入った一体リブスキは何をそのように熱心に見つめていたのだろう見ようによってはまことにそれは他愛もないことではあったがそのリブスキの瞳の焦点というのはリブスキの部屋の下に住むエンゼルというある工場に働いている男の妻ミリアムの寝姿なのであった なるほど、見れば、暑さのため開け離された窓際に、白い雪の肌を胸の下まで表して、白いベッドの上にしどけない姿をしたミリアムが熟睡しているのであった。そして若いリブスキーに行けないことは、イチゴのような真っ赤な唇を陰頭的に半ば開け、滑り落としそうになっている掛け布団の端からは、真っ白い裸の足が、 ふくらはぎのところまでさらけ出されていることだった。で、リブスキは、そのなんとも悩ましい、しかし見ずにはいられない死体をむさぼるように、いつまでもいつまでもわかず、眺め、立ち尽くしているのだった。例の小窓には大いが。 月28日の朝。その朝はゆだるように暑かったリブスキーが裏庭で行水を使っているところへローゼンブルームがやってきたおはよう行水ですかこの暑さじゃ全くやりきれませんねああそうそうすみませんが仕事にかかる前賞賛がもうありませんから買ってきてくれませんか それから、海面と、やっとこも欲しいのですが。知ってはいたがねえ。行水の水をジャブジャブ言わせながら、リブスキが言った。どうも金が集まらないのでね。行水を使ったら早速買ってこよう。先に始めていてくれたまえ。行水から上がって、リブスキが買い物を整えに行こうとするところへ。 一人のユダヤ人が訪ねてきて、リブスキに行った。私はシュミツ州という者です。何か仕事をさせてくれませんか今出かけだから仕事場で待っていてくれたまえ。時期に戻ってくる。言いおいてリブスキは急いで出て行った。シュミツ州と称したユダヤ人は、それから一時間ばかり待っていたが、 リブスキの戻ってきそうな様子がないので、助手のローゼンブルームに、リブスキさんによろしく言ってくれと言い置いて帰った。本当にどうしたのかな仕事が半畜になってしようがない。ローゼンブルームが口に出して呟いたとき、下から女将さんの声が聞こえてきた。リブスキーさんコーヒーができましたよ リブスキさんはいませんよ小僧のピットマンが怒鳴り返した。しばらくすると階段を踏む足音がして、主婦のリブスキ夫人が仕事場へ入ってきた。ローゼンブルームさん、リブスキさんはどこへ行ったのですさっき買い物に行って、まだ帰らないのですが。買い物って、 やっとこと何かの薬品でしょう瓶に入った。そうですそうです。だが、おかみさんはどうしてそれを知っているのですリブスキ夫人がリブスキの買い物を知っているのを不審に思いながら、ローゼンブルームはせわしそうに尋ねた。だったら、リブスキさんはもうさっき帰ってきましたよ。 薬品の入ったような瓶とやっとこう下げて台所へやってきて、私にコーヒーをこしらえてくれと言ったのです。それで今できたから読んだのですが、そうですね、リブスキーさんが帰ってから、もう結構30分にはなりますよ。おかしいですね。出たのはもう1時間半も前に出かけたのですがね。 ローゼンブルームは眉をひそめていったそれにしても一体どこへ行ったのでしょうあなたのところへコーヒーを頼んだのならすぐここへ帰ってきそうなものですかね本当に変ですよリブスキ夫人も眉わいにしわを寄せていったいつもだったらコーヒーのできるのを待ちかねる人ですにね おかみさんいらして。そこへ、やはりこのリブスキ夫人のうちに曲がりをしている若い夫人が入ってきた。何か焦ることでもあったのか、ローゼンブルームには挨拶もせず、主婦の姿を見るといきなりリブスキ夫人に声をかけた。ああ、おかみさん。ミリアムさんはどうしたのもう十時だというのに起きないのですよ。いつもの朝寝でしょう。 旦那さんを送り出してからまた一眠りするのが癖なんですから。でも今日は午前中に私と一緒に買い物をしに行く約束があったのよ。それにいくらドアを叩いても起きないんですもの。まあまあ、今日は本当に変な日ですよ。リブスキーさんは行方不明になるし、几帳面なミリアムさんは寝たっきり起きないし、 あんまり無すのでみんながどうにかしていますよ。無論、リブスキ夫人は半ば冗談のつもりで言ったに違いないが、リブスキ夫人の不用意に言ったその言葉は、不幸にも事実となって現れた。つまり、ミリアムは、寝たっきりの姿となって発見されたのである。とにかく、 それじゃあ、私も行ってミリアムさんを起こしましょう。階段の半ばまで降りてきたリブスキ夫人は、目の前の、いつかリブスキがミリアムのしどけない寝姿に魂を奪われて眺め尽くしていた霊の小窓を見て、頓卿な声を上げた。おやここにもおかしなことがありますよ。誰でしょう こんなところをタオルでご丁寧に秒で止めたりして、そうでなくてさえ風通しが悪くて仕方がないのに。さてはリブスキ、あれ以来悩みの種の誘惑をかろうじてタオル一枚にせき止めたのか。あるいは、ぶつぶつつぶやきながら、リブスキ夫人は階段を降りてビリアムの部屋の前に立った。 ミリアムのお友達の若い女も、ローゼンブルームも、ピットマン小僧も、ゾロゾロリブスキ夫人の後ろについていった。ミリアムの部屋の前に立ったリブスキ夫人は、そのドアを叩いてミリアムを呼んだ。ミリアムさんミリアムさんしかし、中からは返事はなかった。そしてドアには内から鍵がかかって開かなかった。 一同は何かしら不安に襲われたどうしたんでしょう若い女は少し震えを帯びた声でリブスキー夫人とローゼンブルームの顔を見比べながら言ったとにかくこれだけ叩いておきないというのはおかしいローゼンブルームが言ったおかみさん巡査を呼びましょう何か間違いでもあったかもしれません 巡査を呼んで調べてもらった方がいいでしょうそこでそうすることになってローゼンブルームは巡査を呼びに駆け出した巡査が来ると一同は力をえ部屋のドアを力任せに押し開けた力余ってよろめきながら真っ先に部屋の中に踊り込んだローゼンブルームはまず第一に驚きの叫びを漏らしたおお 死んでる見ると、寝台の上に何か毒でも飲まされたのか、口から頬にかけて醜くただれたミリアムのムが長く横たわっていた。寝巻きの胸にも黄色くなったシみがついていた。おう、誰も触っちゃいかん本省へ知らせにはいかん誰か、誰か言ってくれませんか 巡査は重大事件突発のため露骨に顔面神経を硬直させ、それでも大いに威厳を示そうと努力しながらおごそかに言った。私が行ってきましょう。ローゼンブルームは再び駆け出して警察本署へ急を報じに行った。検視の結果、ミリアムは賞賛を演化して窒息したことが分かった。 自殺です。派遣された警察医は率直に言った。それにしても、薬品を入れた瓶がないようだが、自殺だなんて、あんな快活な人が。リブスキ夫人はつぶやいた。もうその時分は多くの下宿人たちが集まってきて、部屋の中をじろじろ覗き込んでいた。あ ああんなところに頭がある。ローゼンブルームの後ろから肩越しにのぞいていた小僧のピットマンが大きな声を出して指をさした見ると寝台の下から大きな男の頭が半分ばかりのぞいていたつかつかとその方へ近寄ったローゼンブルームはいきなりしゃがんでその男を寝台の下から引きずり出したそれは思いがけないいや その頭を見た瞬間、そうであろうと思っていた、リブスキの死体だった。ミリアムと同じように賞賛を飲んだものと見えて、口のあたりは焼けただれていた。しかし、リブスキは死んではいなかった。かすかながらも息を続けていた。リブスキさん、一体どうしたんですローゼンブルームは、リブスキの肩を両手で掴みながら言った。 もう僕は知らん何にも知らん途切れ途切れにつぶやくようにかすかな声で言ってぼんやりした顔を振り動かした目的は強盗かそれとも 死体は解剖の結果、硝酸塩化の窒息死であることが分かった。そして死後1時間を経過していたことは、ちょうどリブスキーが買い物から帰った時刻に相当していた。これは主婦の証言で明らかとなった。かくてリブスキーは、ミリアム殺害の嫌疑で捕らえられ、ひとまず警察に連行されて審問を受けたが、その際彼は、 窃盗の目的でミリアムの寝室へ忍び込んだと言ったが、それは信じがたい沈弁であった。というのは、被害者のミリアムというのが、リブスキ以上の貧乏人であるということを彼自身知っているはずであったから。そして彼がもし窃盗の目的でリブスキ夫人のアパートの一つの部屋を襲うとすれば、 もっと適当な部屋が他にいくらでもあるはずであったからであるそれに一歩を譲って彼が窃盗の目的で彼女の部屋を犯したとしても内部から鍵をかけておいたということはどうにも説明のしようのないことであった彼の答弁は彼自らを救うべからざる罠の中に陥れた君は この内部から情を下ろしてあったことをどう説明するのか。係官の問いに答えて彼は言うのだった。あの朝、僕は買い物に行って、B 工事の角で一人の見知らぬ男に声をかけられました。その男は、私に何か仕事を世話してくれないかと言いましたので、いい加減に挨拶して別れ、 買い物を整えて家へ帰りますと、二階の階段の途中に、さっきの男ともう一人、これも知らない男が私を待ち受けるように立っていました。そして、私がその二人のそばを通り抜けようとしますと、いきなり二人の男が私を捕らえて、無理やりに私の口を割らせ、何か、 カットするような激しい激薬のようなものをたらし込みました。そして、これがお前の欲しがっているブランデーだ。さあ、金を出せ。出さねばもっとつぎ込むぞ、と言いました。私が持っていた十円金貨をやると、もっと何かあるだろう。出さねば。 あの女のように殺してしまうぞと脅しましたしかし私がそれ以上に何も持っていないのを知りますと彼らは私をミリアムさんの部屋に引きずり込んでミリアムさんの寝ている寝台の下に押し込んだのですしかしこの陳述がでたらめであることは彼がその朝リブスキ夫人から 買い物を整えるため5円借りて行ったのを見ても知ることができる。弁護人は精神錯乱による突発的犯行であるとして減刑を求めたが、陪審官の心証悪く彼らが死刑を主張したため、ついに判決は極刑を宣告された。いよいよ死の宣告を与えられると、彼は最後を悟ったのか、次の生命書を発表して、 1887年8月22日、ニューゲートの形状で罪の決裁をつけた。私、イズラエル・リブスキは、今、神の見前へ召されるにあたり、私の犯した罪の告白をする。私はどうしても嘘を言ったきりでは死にきれない。改めてここに、 ミリアム・エンゼルを殺した者は私一人のしたことであって他の何人も感知せぬことを明言します私は私の仕事のために金が入りようであった私はあの朝ミリアムの部屋のドアに鍵がかかっていないのを見て彼女の寝室に忍び込みました前にも申しました通り 私は彼女が金を持っているのを信じていたのです。はじめ彼女を殺害する意思は妄頭なかったのですが、私がまだ金のありかを見つけぬうちに彼女は物音で目を覚ましました。そして驚きの叫びをあげました。それはかすかな声ではありましたが、私を驚かすには十分なものでした。 私はもうこれまでと思い、いきなり彼女に飛びかかって彼女を押し倒し、片手で彼女の口を塞ぎました。その時私はふと自分のポケットの中に小賛の瓶が入っていることを思い出しましたので、その小賛の瓶というのは、私はかねてからこの世がつくづく儚かなく思われていましたので、 もしものことがあったらと遠征自殺の目的で買っておいたものでありますが、それを思い出したものですから、私はポケットからその瓶を取り出し、ミリアムの口の中へ注ぎ込み、自分もミリアムに飲ました残りをぐっと煽りました。その時、人々が階段を上がってくる足音がしましたので、慌てて中からドアに鍵をかけ、 ミリアムの寝台の下に潜り込みました。その時には、ミリアムはもうすでに絶命していたのか、自分の潜んでいた信頼の上では何の物音も気配もしませんでした。この賞賛の瓶は前から買ってポケットにいつも入れていたので、その朝私が買ってきたのと同じ品ではありますが、実は違うのであります。 これで私は自分の犯した罪の告白を終わりました。次にローゼンブルームとシュミツシュトが愚かな私の虚偽の陳述のため嫌疑をかけられているようですが、二人はこの事件には何の関係もないことを神に誓って断言いたします。私はこの二人に 私のいい加減な陳述のため大変迷惑をかけたのを深く恥じ、陳謝するものであります。なお、ミリアムの夫エンゼル氏には何とお詫びしてもお詫びのしようもありません。ただただお許しを請うのみであります。これでいくらか心の軽くなったのを覚えます。 私の罪の裁きは、最も公平で正しいものであることを認めます。そして、判官諸行及び弁護人書士に、心から深く感謝するものであります。最後に、広大無変の神の慈悲が、オデッサに動わす老いたる父母に恵みをたれたまわんことを、 今、罪を果たす者の最後の祈りとして、中心願うものであります。1887年8月21日、日曜日。イズラエル・リブスキー。果たして、この彼の最後の生命書は真実のものであろうか 犯罪の目的が窃盗にありとする彼の告白は、だがしかし、予縁の状況がそれを否定するのをいかんせん。四年の昔、はるばる故郷オデッサから、憧れの都ロンドンに着いた青年は、希望に輝く瞳をあげて灰色の空を仰いだとき、よもや自分がその空の下で恥ずべき罪を負い、 公主大上の梅雨と木るみになろうとは、夢にも思い及ばぬことであっただろう。